はい、皆さん、毎度お世話のトモさんです。カズマです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、愛知県にある根池というところに来ています。こちらはですね、心霊スポットというよりパワースポットというか不思議スポットに近い形なんですけれども、どうやら蛇の神様がいて、まあ水に関して守り神として祀られてるみたいですので、ちょっと周り散策してみたいと思います。頑張りましょう。はい、それじゃあですね、息の握力測定したいと思います。では、いきますね。はい、55.3 ですね。まあ、だいたい普段通りって感じですんで、これがですね、終わる頃にどれぐらい上がっているか見てみたいと思います。よし、はい、じゃあ行きましょう。はい、鳥居がいきなりお出迎えなのね。そうですね。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お堂があるよ。あ、まあ、やっぱり蛇の神様、祀ってる水神様になるのかな。竜王大名人、どんな干ばつの時もあの池が枯れたことはないそうです。へー、すごい立派なお堂が。お願いします。よろしくお願いします。ぐるっと回れるのかな、これ。池なの、沼なのもう今はもう水源としては使ってないと思いますから。ああ、そういうことね。そうですね、大昔のあの雨乞いとかもここでやってたみたいですね。なんかでもすごい沈んだ木とかさ、雰囲気あるですね。ここはでも願い事をしながら鯉を放すと、あの魚の鯉ですね、あの願い事が叶うそうです。へえ。逆にこの池の魚を取ったりだとか、そういう、まあ、悪いことをすると、まあ、あの池に対してね。あ、吾妻屋もある。多分まあこの辺しか行けないんじゃない。一周は回れる感じじゃない。一周は回れなさそうなんですね。回れるんだけど、ほら道がない。もう道がもう埋まっちゃってるっすね。伝説も板倒れちゃってるしだいぶこう上の人、身長高い目の人たちから見やすい感じに。常に清い水を称える。いろんな説があるんだね。願掛けする池ですね。まあでもここまでだよね。ですね。さっきのお堂のあたりでやる。検証しますか。せっかくあるから東屋でもいいけど、お堂はちょっと失礼に当たるかなと思うんだけど。でしたらこっちの方が。そうね、ちょっとまあ準備してやりましょうか。はいはい、では準備できましたので、一人検証したいと思います。僕はちょっと車持ってきてますんで。さっきからめっちゃガサガサちょっとあんまりあの怖いんで戻りたいなと思いました。車も怖いよ俺と一緒に出た方がいいんじゃない中入っちゃえばあれなんで。楽しい音楽聞いてますね。パンクさせてやる帰れんくなります、ね、お疲れ様です。はい、じゃあよろしく。では、早速ですね、スピードボックスから始めたいと思います。は？こんなとこでラジオ入んの？ドヤマなんだけど。どなたかいらっしゃいますでしょうか？なんか変な雑音入ってんの。あ、雑音の中に声入ってんの、これ。え？え？ラジオか？いや、違うだろ、今の。さっきの以来あんまり話さんの。よろしければ少しお話ししませんか？ん？これどっかであったぞ、これ。えぇ？
何？声になってないぞ。これどっかでありましたよね。どこだったっけな。音楽入るときはラジオだと思うんですけど、なんだろう、ザー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 のその音と一緒に声が入るやつ、どっかであったんだよな、これ。やばい、めちゃめちゃ怖いわ、これ。こんばんは、夜分遅くに失礼いたします。よろしければ少しお話できませんでしょうか。何これマジで、ちょっと意味わかんないんだけど。お休みのとこ失礼します。何かお話できればありがたいんですが。やっぱりまたザザの中に声入ってるし。今コラってモロに言われましたね。これちょっとやばいかも。小さな場所でお邪魔しちゃいましたかね。すごい雑音も入るんだよね。ちょっと止めてみますね。そうだよな、やっぱり水とカエル、あと鹿の声ぐらいしか聞こえないですもんね。すごい静かな場所なので、まあ僕らみたいなもんがですね、来ちゃうとやっぱりあんまり気分は良くないのかもしれないですね。今日はですね、あまり長いはせずにですね、早めに切り上げたいと思うんですが、だけでもですね、会話ができると嬉しいんですけども、なんて、はい、早く行け。そうだよ。で早く行けそうだよは分かった。分かりました。ではですね、ちょっと早めですが、一人検証の方終了いたしまして、撤収したいと思いますので、やっぱ遅くに失礼いたしました。すごいですね、やっぱり静かに過ごされてるとこなので、邪魔とかですね、されたくないようですので、早めに撤収したいと思います。では一人検証の方終了とさせていただきますので、ありがとうございました。またこのタイミングで結構ちょっと一回止めますね。はい、お疲れ様でした。そうでした。なんかちょっと早いような気はしましたけど、めちゃくちゃ怖くてさ、スピボーの、はいはいはい、なんていうかな、拒否感、はい、帰れ失せろ系がすごくてさ、やっぱりさ、本当にここ山の中で、すごい静かな場所や。そうですね。だからあんまりやっぱり人って歓迎されないのかなと。あ、動物がいたり、魚がいたりなんで、あまり人がいてはいけない空間なんじゃないかなっていう感じは受けましたね。まあ、夜も遅いですしね、静かなところだから静かに休ませてほしいっていうのはあると思うし、はい、神様のいる場所だからさ、はい、もし来られる方がいらっしゃればですね、決して荒らさないようにだけお願いいたします。日中お参りしに来る感じがいいかもしれないですね。
はい、じゃあ次はいつものプロテインタイムですね。ザラス。ザラス。いただきます。いや、この運動疲れるわ。だけ動いた後ですから、ちょっとゆっくりめにゆっくりめに行きましょう。息が切れてる。はい、ごちそうさまでした。きっつ。はい、締めの握力測定やっていただきたいと思います。はい、じゃあこちらですね、いきます。ごめんなさいね、汗だくになっちゃってて。よいしょ。めっちゃ下がってるやん。 51.8 です。だいたい4ぐらい減ったかな。まあちょっとあの直前の余分な動きがあれだったんじゃないですか。いや、たまにはちょっとダンサブルのねところも、ちょっと俺が機敏な動きをするところも見ていただこう。最近ただの筋肉だるまになってるんでね。はい、じゃあこれからも頑張っていきたいと思います。動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたらコメント欄の方にお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バンプアップ。ではまた次回の動画で。またね。